どうもビレジェンド上谷でございます。ですね、まあ今年最後のね動画となりました。2018年ももうあとね残すところあと5時間ですかで、終了となりますけれども、皆さんどんな年だったでしょうか。まあ我々ねこのビレジェンドではですね、まあ本当にいろんなことがありました。まあ今ねザザザーと並んでるような商品、限定品であったりとかね、オリジナルのコラボ商品とかいろんなものが出ました。書き出してみたんですけどめちゃくちゃあったんですよ。めちゃくちゃあったので全部ご紹介できないなと思ってるんですけど、例えば1月にこのねおしるこ、これね実は先日ねあのおしるこを販売して、もう即完売だったんですけれども、だから今年1月に売って、で今年の冬は11月12月だったかな、この間売ったと。あとクラムチャウダーがありましたね前回はね。であとミルキーが出て、ペコちゃんが出て、でポコちゃんも出て、これかポコちゃんも出て、であと波動拳ね、ストリートファイターが出て春にね、であとこれかビレジェンドファクト、あの僕がこのプロテイン開発する時のね、まあいろいろとこう思い悩んだりとか、いろんなことやりましたっていうような内容の、本ですね。これを1万名様に、プレゼントいたしました。で、あと5月にはチャンネル登録者数5000人突破でね、もう7000人のところまで来てるんですけれども、まあだから半年ぐらいで2000人増えてるっていうことだから、まあなかなかね、スピードは遅いんですけれども、まあでもやっぱりね、継続は力なりで毎日やってると、まあ本当にありがたいなというふうに思ってます。で忍者ね、スモーク豆腐を販売したりですね、あと6月にはモンドセレクションですね、モンドセレクションを4年連続で最高金賞を取ったり、あとITQI の優秀味覚賞をいただいたりですね、あとまあアパレルもね今年はちょっとちゃんと定期的に販売するようにしたので、先日このねタイプもビーレジェンドのチームリアルスタイルのこのタイプも先日発売しましたけれども、アパレルも6月から始めました。で今までは土日って出荷してなかったんですけれども、土日出荷も夏から始めました。であとこっちの蜂蜜レモン限定のね、これまだ会社に残ってたんでここ持ってきたんですけど、もや出したし、あと夏にはおいスイカ風味これも出しましたし、あと9月にチートデイ T シャツ、ハンバーガーのあれがねブレイクしましたね。すごくいろんなインスタグラマーとかいっぱいアップしてくれたりとかですね、まあ、すごく人気があってよかったんじゃないかなと思います。であと5キロのねタイプ、チョコとナチュラル今販売してますけど、5キロのタイプも秋から販売始めました。そしてこれマッチョカレー、マッチョカレーもこれ何名だったかな、何名かに、プレゼントしました。やっと LINE スタンプが始まったりですね、ライジンでね記録達成でね、これですねが取れたりですね、まあ、それもね本当よくみんなスタッフも頑張ってくれたし、お客さんがねもう何人だ300人で同時にシェイクして飲むっていうね記録にチャレンジしたりですね、あと、ムキムキ甘栗ね、秋限定でムキムキ甘栗これも出しました。であと海外グアム研修行ったりですね、あとスポルテックもね夏にもありましたし、あと秋にもね大阪でスポルテックウエストがありました。でスポルティックウエストはねビレジェンド染田がですね大会初出場出て、5位入賞っていうこともねありましたね。あと、11月の末に奈良県大和高田市なんですけど、我々はその大和高田市の産業優良者表彰ということで、まあ仕事ね頑張ってるねっていうことで表彰いただいたりですね、あとまあこのおしることコンポだねあります。これまあついこの間ねぐるっと回って1月に販売したやつがまたぐるっと回って今販売してですね、で一番直近はこれかドラゴンボールスーパーブロリーのね神ハメア風味がですね、
今年2018年最後のコラボ商品、まあ、あのコラボはこの3つがね今年は出ました、藤谷さんのペコポコと、カプコンさんのストリートファイターとあとドラゴンボールね出ました。まあ本当ね、今年はもういろんな今ダーッと読み上げただけで実はまだねピックアップしたのもっとあるんですけどもうだいぶ端折りましたけどね、本当にいろんなことがありました。結構ね、まあ皆さんにお伝えしてないんですけど結構トラブルもねあったりもしましたしね、そういうトラブルもまあなんとか本当に皆さんの応援と、スタッフの頑張りで超えて、来ることができました。本当にねたくさんの方に応援いただいて、リピートもしていただいて、毎日ね本当たくさんご注文いただいてですねみんなにこうビーレジェンド飲んでいただけてるっていうことが本当にまあ改めて感謝だなというふうに思います。まあ2018年は結構ね足場固めじゃないですけど結構じっくり腰を据えて仕事をしてました。本当にねいい商品をいい商品で面白い商品で、クオリティが高くてっていうようなものを皆さんにお届けしようと思って、ずっとね、まあ、極力あまり奈良から出ずにね出張に出ないで、開発とかねあとこの社内の会社内のこのマネジメントとかねそういうところをしっかりやってましたけれども、まあ、またね来年も引き続きそのあたりはしっかりやっていくことになると思うんですけれども、2018年以上にね皆様にいい商品をお届けできるように頑張ってまいりたいなと思っておりますので、まあね、また来年も応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあもうあとね、4時間半ぐらいですか。で、2018年も終了ですけれども、どんな年だったでしょうか。あ、そうか、あとあれもあった、奈良マラソン出ましたね。奈良マラソン出て1ヶ月筋トレしてなかったので、もう体がね、もうダメですね。ちょっと改めてもう一度マッスルメモリーでねこう体取り戻していきたいなというふうに考えております。まあ、筋トレも頑張りますし仕事も頑張りますので皆さんもね、まあ、学生の方は勉強もしっかり頑張っていただいてアルバイトとかもねしっかり頑張っていただいてで、まあ、社会人の方はしっかりね仕事の方も頑張っていただいて、まあ、ご家族もね一緒に楽しくゆったりね年末年始過ごしていただければいいんじゃないかなと思います。ということで2018年皆さんまだね残りもう少しありますので最高の年末にしてそしてまたね最高の2019年スタートダッシュを切れればと思います。ということで皆さん本当に今年はいろいろとありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。動画の方よろしければグッドボタン今年最後のグッドボタンあとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで皆さん良いお年を。また来年。